画像は木村拓也。木村拓也さんが主演のドラマ、教場シリーズの続編が、お蔵入りの危機に瀕していると週刊誌、フライデーのウェブ版、フライデーデジタルが報じています。作家、長岡博樹さんの同名小説が原作で、警察学校を舞台にした教場シリーズは、2020年にフジテレビ開局60周年特別企画ドラマとして制作され、 一作目は前後編ともに平均世帯視聴率が15%超えの高視聴率を記録し、2021年に続編が放送され、こちらも前後編ともに13%超えの視聴率を獲得しました。そして、満を持たして昨年4月期に月9枠で連続ドラマとして放送され、初回平均世帯視聴率は12.1%とまずまずの数字を獲得しましたが、 第3話以降は2桁を切り、第6話で8.3%までダウンし、最終回も10.6%と伸び悩み、全11話の平均世帯視聴率は9.8%と微妙な結果に終わりました。スポニチによると、放送延期の理由は、番組制作上のトラブルが発生した。フジテレビも現在、制作すべく調整を行っているところと回答。しかし、 フライデーによると、撮影再開の目処は立っておらず、ジャニー北川さんの性加害問題でスポンサーが撤退した情報も流れている。業界内ではお蔵入りが危惧されている。木村拓哉さんはクランクイン数ヶ月前から役作りを始めるなど、撮影に向けて熱心に準備しています。生徒役のタレントも彼の求めるレベルに合わせるため、髪を短くしたり、訓練を受けています。 撮影期間を確保するため、拘束時間が長くなっていると言われています。富士テレビは、今日シリーズの続編撮影を進めるため、出演者の選定や脚本の修正など、準備を進めています。ガツ級ドラマが視聴率に届かない状況が続いている中、富士テレビはお蔵入りを避けるために努力しています。と語り、 続編放送は是が非でも実現させたいはずだとしていますこの報道に対してネット上では「富士はどうしちゃったんだろうね」「キムタクを出せば視聴率が稼げる時代はとっくの昔に終わってるのにまだすがろう」とは意味不明フジテレビも前作で大コケしたのに懲りずにまた京城さんを制作したがるとは安易ですね新しく一から制作するのがそんなに大変なんですかね 教場シリーズにしても、脇役豪華にしても、主役の演技が変わらないから視聴率も伸びないからお蔵入りでいいんでない。キムタクの予定は抑えられるでしょう。どうせまた周りを豪華キャストで揃えようとしてるのだろう。抑えられないのは共演者の予定だろう。などの声が上がっています。ガツで放送された、風間伊親教場例の視聴率は、 木村拓哉さんの主演ドラマ史上ワーストの数字となっており、スペシャルドラマ以上に豪華なキャストで話題作りをしたものの、肝心の脚本、演出が微妙だったことで期待していた視聴者からは落胆の声が上がっていました。その結果、最終回後に放送された総集編的な内容の特別編2時間スペシャルに至っては、平均世帯視聴率が5.8%、 平均個人視聴率は3.4%と、見事な大コケとなっていました。こうした結果に加えて、ジャニー北川さんの性加害問題があり、続編に出演予定だった数人のキャストが降板を申し出たとの報道もありました。風間勲親教情例特別編の視聴率大コケも、続編は確実。内容に酷評の嵐。木村拓也の連ドラ史上最低記録も更新し、 教場シリーズの続編についてもグランンメゾン東京と同様に、スペシャルドラマだけでなく映画化の情報も出ています。風間勲親京城例の視聴率を受けて映画化は白紙になる可能性もありますが、続編に関する情報に引き続き注目したいです。霜降り明星の粗品が明かした、木村拓也の挨拶無視、騒動はいまだ収束せず、 品川商事の品川博士が、木村を擁護する発言を行い、ネット上で憶測が飛び交っている。品川商事は吉本興業の芸人養成所である NSC 東京校の一期生の出世頭として、2000年代初めに数多くのバラエティ番組に出演し、大ブレークを果たしていました。前世紀のオリエンタルラジオやキングコングくらいの人気があった彼らは、おしゃれ、ね、イケてる。 コンビでした。しかし、若手時代の欧米な態度が原因で、嫌われ者芸人の代表格となり、不遇の時代を過ごすことになりました。霜降り明星の粗品が暴露したキムタクこと、木村拓也の、挨拶無視、騒動は、木村本人が沈黙を守ったままのため、未だくすぶり続けている。この騒動に一石を投じたのが、 品川商事の品川博史だ7月4日更新の自身の YouTube チャンネルで元雨上がり決死隊の宮迫博行とコラボし木村拓哉さんめちゃめちゃ良い人だからと力説した品川によれば木村が写真 NG の頃に2ショット写真を撮ってもらったほか電話番号の交換もしたという人によって態度を変えている 余計な憶測を招く事態に品川としては木村をフォローしたつもりなのかもしれないが、人によって態度を変えているのでは、と余計な憶測を招いてしまった。さらに、ネット上では木村との対面は当時の品川省司のポジションゆえに実現したものではといった指摘も相次いだ。品川氏にはその頃すでに知名度があり、木村氏に会った時点の阻止なしにはなかったってだけでしょ品川省司は、 おしゃれ、ね、イケてる、コンビだった今の若い方は信じられないかもしれませんが品川昌司さんは吉本興業の芸人養成所である NSC 東京校の1期生の出世頭として2000年代初めに数多くのバラエティ番組に出演し大ブレイクを果たしていました現在のイメージと異なりおしゃれ、ね、イケてるコンビだったのです 前世紀のオリエンタルラジオやキングコングくらいの人気はあったのでは、動画では品川がいつの時期に木村と対面を果たしたかは明示されていないものの、やはり最盛期の2000年代の話かもしれない。その後、品川は、不遇の時代を過ごすと前出の放送作家は語る。若手時代に挨拶をないがしろにする。ヘッドホンをしたまま打ち合わせに挑むといった欧米な態度を取り続けた結果、 新人スタッフたちに嫌われてしまいました。彼らが出世しだすと次第に番組に呼ばれなくなり、品川さんは、嫌われ者芸人の代表格に、霜降り明星の粗品が暴露した木村拓也の、挨拶無視、騒動は、木村本人が沈黙を守ったままのため、まだ話題になっています。この騒動に一石を投じたのが、品川商事の品川博。 元雨上がり決死隊の宮迫博行とコラボした YouTube チャンネルで木村拓哉さんめちゃめちゃ良い人だからと語り木村とのエピソードを明かしました品川によれば木村と2ショット写真を撮ったり電話番号を交換したとのことしかし品川の発言によって余計な憶測が広がり人によって態度を変えているのではという見方も出ていますネット上では 当時の品川障子のポジションが木村との交流に影響したのではないかといった指摘もあります。品川障子は、おしゃれ、で、ね、イケてる、コンビだった。今の若い方は信じられないかもしれませんが、品川障子さんは吉本興業の芸人養成所である NSC 東京校の一期生の出世頭として、2000年代初めに数多くのバラエティ番組に出演し、大ブレイクを果たしていました。